はい、皆さんこんばんは。そんなこんなで教習サイヤ人3日目を迎えました。今回はピッコロとご飯編、とっても楽しみにしていました。個人的に大好きな組み合わせなんでね。一方でね、ご飯くんがねそんなに強くないんで、かなり厳しいんじゃないかと、これまでのようにいかないんじゃないかと、まあそれも含めて楽しんでいきたいと思います。コンティニュー。ピッコロご飯はドラゴンボールを求めて西の砂漠に向かった。地球を守るため頑張れ Z 戦士。始まりました。では能力の確認。ピッコロさんが744。あの戦いのね、BP アップがそのまんま継続しております。ね、こちらがね、パスワード、魔漢光殺法100となっていますが、現在 BE100、ようやく魔漢光殺法を打てるようになりました。そしてご飯くん、BP130、厳しいな。これで最終的にさ、ここのエリアに、ラディッツ並みのやつが出てくるんでしょ？厳しいなぁ、70。まあ、先行。そしてこちらがね、パスワード。初期状態のご飯くんのパスワード。こんばんは。なんで、マジで原作のようにね、ご飯くんを鍛えていくことが重要なんじゃないでしょうか。怒りのパワーみたいなね、ものがね、あったらね、嬉しいんだけどね。スーパーサイヤ伝説にはね、それ的なね、ものはあったんですけど。じゃあまずはレーダー、使いましょう。ドラゴンボールのありか。ま、すぐには向かわないけどね。あっちだよーって。オッケー。で、カードのおさらい。ミスターポポがね、もうずーっと、この辺ってさ、本当に、悟空ピッコロ編からあるフル株だよね。ぶっちゃけ、シェンロンがね、ここまで獲得しやすいと思っていなかったんで、このミスターポポも使っちゃって、シェンロンカードに切り替えていくっていうのもありなんじゃないのかな。最低限、カリン様でもいいんだけど、ね。ブルマ。ウーロンがまあまああるね。ウーロンなんかも、まあ1枚ぐらい残して、っていうね、イメージね。では、始めよう。かわいい、130。いきなり来た。さて、じゃあ、ピッコロさん。これ。で、ご飯くんはやっぱ強くないんで、守備力重視で。行ってみよう。こんばんは。7。だから、これが、もろ、ご飯に来たら危ないよね。もり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 。うわぁ。頼りになる。これは、ピッコロさん付けになっちゃうよね。礼儀正しいんだよね。で、本来のね、道筋では、未来では、悟空が心臓病で倒れて、っていうね。で、人造人間17、18が、凶暴な性格をしててっていうね。あ、その時のトランクスくん、トランクスくんというかトランクスがね、非常に礼儀正しいのは、修行なりね、親代わりとなってね、面倒を見ていたのがこのね、ご飯くんだったからっていうふうに言えると思います。逆にね、新しい未来、まあ今のね、普通の、世界ではね、ベジータが生きてるからね。だから、ベジータっぽいんだよね、性格はね。やんちゃで。で、ご飯くんはね、マジで危ねえ、二人。これ逃げた方がいいんじゃね？まぁ、ちょっと、様子見。やべえ、だからこういうのがさ、ご飯に来たら危ないよね。気まぐれだから。いけ。どんなもん？ 7。 もり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 。頼れるピッコロさん。
サンキュー。なんでご飯これね、ピッコロはもうイケイケで、サンキュー。さあそこに小屋があるよ。 1,2,3,4,5,6 で入れます。じゃあ挨拶を。はじめまして、僕孫悟飯、関西です。占いババ、ドラゴンボールのいい、ある、算数、う、りゅう、地震中は砂漠の真ん中にあるはずじゃ。しかしその砂漠は険しい山に囲まれているぞ。あ、なるほどね。だからさっきのレーダーの反応だとあっちだよっていうのはおそらく囲われてんでしょうね。じゃあこれご飯くんのためにキープ。きたー。なんで、まあ、ぶっちゃけこれでもう片付けてほしいけど、これ以上にやばい敵が来た時に、人数減らし用に取っておきたいところはあるよね。なんで、じゃあこの辺で、まあ観光サポ見たいけどね、これは、あれが見えたら使うか。宿屋が。なんで、口から開口線ぐらいを、こう、使っていくっていうね。いけ！かっこいいんです、このグラフィックが。よし。さてと。これ危ねえな。危ねえカードだな。渋力にはやべえ。せめて4以上だな。一応セーブしとくか。んで、偵察。何にもないね。まあ、砂漠っぽいけどね。これ完全にどの、チームでどこへ行くかっていうのをね、こっち、プレイヤーが決める感じにはなってたと思うんですが、どういう世界観かまだわかんなかったんでね。だからこの、なんか荒野っぽい、砂漠っぽいエリアは、二人の原作での修行をしたね、場所に似ていていいですね。さてと、まあ、ほんと、まあ一発でいけるかな。でも Z じゃ厳しいか？一発で行ってほしい。どうだ？行かない。お！ご飯！やったー！ナイス！僕、ご飯くんのこの服装好きですよ。あ、強そう。なんで、ご飯はこの Z ね。で、ピッコロさんはもう、ちょっと一撃で、口から。どうだ？サンキュー。ご飯くんのレベルが上がるまではね、ちょっと、頑張ってもらいます。まあ、最後まできっと頑張ってもらうことになると思うんだけど。お、Z！ 出てきました、Z が。じゃあ、寄り道しましょう。で、寄り道する前に、例のね、カードをちょっと、空きを作っておきたいですね。入れる？ 7 だったら入れます？よし。じゃあ7で入っちゃうんだけど、セーブ。ここで。本当はウーロン使っちゃいたいけど、まあ、いいか使っちゃっても。7が1枚ぐらい出てくれるでしょう。まず、ブルマを使って、で、ウーロンを1枚残しぐらいで、7出ない？出ませんでした。で、敵が出てくるんだぜ。
うんでだ、ミスターポポね、もう先行で、先行のハサウェイで、とりあえずこんな感じかな。もう使えないもんね、ミスターポポね。うん、はい、じゃあセーブして、多分エンカウントをするでしょうから。なんでご飯くんはこの6ね。きたー。じゃあ7よろしく。ご飯くんはうん、めっちゃ硬いイメージ。うんうん、バランスを考えているんでしょうね。今まだ単体が多いですけど、複数ミスターポポ今捨てたっていうのに使って、集中で来ちゃうとね、厳しいもんね。んで 1,2,3,4,6 で入れるんですが、ミスターポポ来ちゃったからな。まあいっか。さ、スピードくじか、神経衰弱か見てみよう。お、これは助かる。じゃあやっぱ大いに越したことないんだね。たまには変えてみる。月、あ、月絶対必要じゃん。あんまね、当時使った記憶がないんだけど、使おうた。シェンロン、シェンロン真ん中率高いからな、まあ、あえて外す。月、あ、それ欲しい。ピンポーン。これシェンロンチェック。あれ、カニン様。スカウター一つ持っておいてもいいよね。まあまあ良かったんじゃない。で、月のカードね、僕あんま使った記憶が少ないんで、これで大猿になるのは知ってるんですけど、使い方がね、ちょっと待ってね、説明。満月を呼ぶ不思議なカード。なんかさ、尻尾で変身するってのもあったよね。なんかその辺の記憶が曖昧だな。さてと、じゃあご飯のそばに寄るか。敵。じゃあ必殺で、まあ、ポポ1枚だけ使ってもっていうところもあるんですけど、爆裂魔法だご飯のための。ご飯のための爆裂魔法だ。サンキュー。よし、ミスターポポだで、これでまた使おう。なんで、何度も何度もやっててもあれしょうがないんでね、ちょっとエンカウントして、あの必殺カード使っちゃおう。うん、スーパーサイヤ伝説では月と尻尾で1枚のカード。ああ、だからか、なんか尻尾のね、イメージがあったんですよ、僕。そうかそうか。スーパーサイヤ伝説の方が明らかに僕遊んでるからね。それでもこの曖昧さですからね。ポポのために使っちゃうか。それか、まあ普通でもいいか、ここは。
カマ移動して宿屋確認してもいいよな。 あるね。じゃあ、まあ、宿屋行っちゃうとポポ作戦が使えなくなるからっていうのもあるんですが、うん、よろしく。なんで当面の目標はミスターポポをカニン様ないしはシェンロンに変えていくとか、ミスターポポ嬉しいんだよ。もちろんありがた、嬉しいというかありがたいんですよ。ありがたいんだよ、ミスターポポね、来てくれるのはね。もう前のオプ主だったらやったーって感じだと思うよ。前のオプ主だったらね、やった当たりだーみたいなね。今のね、方針とね、今の方針に沿っていないんでね。で、今言おうと思ったんですが、太陽剣ね、作戦太陽剣使えないんでね、今回はね。だから、じっちゃんカードもありだよな。じっちゃんカードも、確かね、手元に1、2枚あったと思うんですけど、それもね、増やしたいね。もちろん、神経衰弱、もしまだあったらね、じっちゃんカードがそもそもラインアップにないといけないんだけど。でも、なんか、こうやってショーが進むと、見たことないようなね、カードが出てきますよね。バブルスくんとか。たまたまなのかもしれないですけど。前回で言うとね、バブルスくんカードが出てきたりね。月のカードもね、珍しいもんね。前回だっけ？ちょろっと出てきたけど。さ、ヤデヤに入る前に、できればこの必殺カードを使って、必殺技カードを使っておきたいな。で、ポポを消化するっていうね。恐れをなした？じゃあ、しょうがない。ここで1枚ポポ使おう。ね。ポポをチェンジしていくと。作戦ポポチェンジ。よし、じゃあ。よろしく。で、ごはんくんはこの辺で。必殺来たら危ねえからな。爆裂魔候補。サンキュー。ここでごはんくんレベルアップ。BE は一人前だよね。一段階レベルが上がっただけで90ですもの。ごはんくん90だって。ていうか最初から魔線香打ってたのか。すごいな。そしたら、ポポ作戦がごはんくんにも使えるし、ピッコロにも使えるな。ね、これで、手元のポポは残り1枚かな？戦闘の後にね、ちらほらもらってますけど、ね、残り1枚だ。これを使っちゃってって感じだね。そうすると、1、2、3、4枚ぐらい持てるようになるのかな？その4枚を、カリン様とかね、シェンロンにしたいですね。なんで、あと1枚使いたい。まあ、宿屋入っちゃってもいいけどね。先は長そうだし。じゃあ、お先。ピッカメさん1万ボロいただきます。そして、後からお父さんが入ると。ピッコロはさ、体再生できるからさ、ぶっちゃけちょっと汗臭いなと思ったら、腕丸ごと交換とかできるよね。だんだんそういう設定になってったよね、なんか。さてと、こいつはかなり手強いと思うんでね。
印象深いのは魔人ブー編でダーブラの能力で石化してしまったピッコロさんをさ、トランクスくんがさ倒してさボロボロにしちゃうってでその後さ、ダーブラが倒されたことによってダーブラの能力で石になってた人たち、クリリンとかが元に戻るんだけど、パッとピッコロさんがいたとこにトランクスくんが目をやるとさ、あのボロボロになっちゃった心がボロボロな状態で蘇っててひえーみたいなね。でも大丈夫だったっていうね、あのギャグと真剣さのねバランスがね、僕結構好きでしたよ、魔人ブー編。前回ね、好きな対決バトルのお話させてもらったんですけどね、最終バトルである VS 魔人ブー戦が僕大好きですってね、あのみんなで協力する姿にね本当に胸打たれるものがあって、これブログに書いたんですけど、今もしアニメ版ね、この声優さんのね、この命を吹き込む、命が吹き込まれたバージョンを見たらきっと涙をこぼしてしまうだろうなってね、あの戦いみんなが頑張るからね、海王神様も頑張るからね、もうダメだ逃げ切れねえ、瞬間移動じゃ間に合わないってところで海王神様がさビュンって飛んできて、悟空のさあこの手に捕まってくださいっていうセリフもなくね無言でね、あの辺も感動しちゃうだろうな今見たら。こんばんは、まあ、何よりもミスターサタンの援護射撃がね泣けるよね。あとデンデたちが起点気化して新しいナメック星で願い事を叶えるっていうね、もうみんな頑張るっていうね、で元気を分けてくれっていうそのメンバーの中に懐かしいハッちゃんとかねの顔が見えたりね、あとボラとウパね、ウパが成長してるんですよ、それも泣けるんだよね。ベジータのセリフもいいんですよね、何度地球を救ってきたんだと、たまにはね地球人にもね責任をね取らせなさいみたいなね。あ、やばい、ごはんくんやべえ、それはねきついよ、サンキュー、さすが、かっこよすぎます。まあ、この辺で、うん、ナメック星人はお風呂に入るのかな、ナメック星そのものの建物の中ってあんまり出てこなかったけど、どうなんだろうね、まああの治癒能力があるじゃない、あれで実質お風呂になるんじゃない、ウーロン、なんかさ消費したカードが手元に返ってくるっていうね、ウーロンにしてもミスターポポにしても、なんでポポがまだあるんだよね、ないんだっけ、もうその辺が使っては帰ってくるっていうのを繰り返してますからね。セーブ、今の一撃、うん助かるね、本当に今の一撃は助かったよ、ウーロン使うでしょ、あるんだよな、そうそうそう、帰ってきたポポが1枚あるから、だからこの2枚使う、多分4枚ね余裕があると思うんでね、じゃあごはんくん修行しようか、スピードと敏捷性いいよ、魔族と神寄りだけど、まあ神殺様デッキね、ドロー、あー、あった、もういいよ、もういいよ、
魔人ブー編はね、僕ね、やっぱ初期のドラゴンボールが好きだからね、ギャグ要素がね、賛否いろいろあると思うんだけど、割と好きだったよ。セル編がね、結構、シリアスだったじゃない？だから、ギャグ要素で言うと、やっぱり精神と時の部屋で、ゴテンとトランクスにちょっとでも長い時間ね、修行をさせ、休養を取らせてあげてっていうので、時間稼ぎするんだよね。魔人ブーが早くそいつらと戦わせろって言ってね、脅迫してくるんだけど。あ、やばい、それやべえな。サンキュー。で、部屋に入って一通り戦って、で、やっぱ魔人ブー強いんだけど、ゴーンとトランクス君には切り札があってね、で、それがより映えるようにと、あ、もうお芝居だ、ダメだみたいなさ、一度はね、もうダメだみたいな空気感を出すんだけど、ピッコロさんはそれをね、真面目に捉えてね、そっか、もうダメなのかってなってくると、精神と時の部屋の入り口を破壊して、もう出れなく封じ込めた方がいいっていうのでね、入り口を壊してさ、もう出れなくするんですよ、二度とね。だからそれは魔人ブー含めてね。だけどそれはただの演技だったからさ、ご飯、あ、ゴテンとトランクスにとっては。だからなんで一言も言わずにそんなことするんだよみたいなさ、ピッコロのおじさんみたいな、そのくだりも面白かったな。ミスターポポ、そっか、ミスターポポが手元にいっぱいある理由はそういうところだな。高い頻度でいただけるっていうね。さあ、こやつらはね、とにかく必殺が怖え。ほら来た。たまたまピッコロからの攻撃でこうやって食い止めてるけど、まあそういう逆要素もありながらね、やっぱり目の前というか、父だったりね、ブルマが、まあ、殺されちゃうっていうね、シーンがあってね、それに対して涙を流すゴテンやね、トランクスもね、泣けてくるし、ゴテン君も、生まれて悟空のことをあんまり知らないから、お父さんに甘えるっていうことがね、できなかったから、初めてゴテンが、悟空に甘えるシーンなんかもね、泣けてくるんだよな。さあ、危ねえよ。これ、非常に危ないやつだよ。こやつら、撃ってくるから。ほら。で、さすがにこのカードじゃ、一撃無理なんじゃね？いった？さすが。こんばんは、懐かしいですか？歳がバレますよ。おお、新鮮だよ。へえ、ファミコンの頃にこんな面白いゲームがあったんだみたいな。いいね、いいね。でだ。ウーロンカード使っちゃおう。てか、めちゃくちゃいっぱいあるな。え、どうしてこんなにもらった？もらいすぎ。だから、これは1枚ストックの、まあいいか。この辺から使おうか。1枚ストックで、まあ Z が来たから、これで行くけどさ。
消化したいカードがね、補充されてきます。ありがたいです。さあ、そこは、なんだろう、スピードくじかな。さっきスクラッチカード言ったような気がするけど、こやつら怖えな。 Z 取っといてよかった。速やかにね、一体だけでも倒す。ほら来た。もうね、このハーブ1号はさ、必殺技マニアだから。チャオズは前回のセッションに登場しましたよ。うん、押したら、うん、こんな感じ。ほら、Z だもん。これやられちゃうとまずいよ。サンキュー。レベルアップ。もう100。うーろ、それ捨てたのに。ウーロン捨ててもウーロンが、もう思い切って使っちゃおう。で、1枚残しでね。で、ミスターフォボも使っちゃおう。2枚とも使っちゃう。で、セーブ。うんうん。クリリンとチャオズのコンビにしたらきつかったっていう記憶がありますって。僕前回クリリンとチャオズのコンビにしたよ。すぐしようと思ってそうしたんじゃないよ。あの、天下一武道会の対戦カードを再現したら楽しいだろうなってね。さて、飛び込める。1、2、3、4、5、6。ありません。ピッコロさんは入れるね。おお、また神経衰弱。じゃあ、もしかしたらまた別のとこにスピードくじがありそうだね。そりゃあマックスでしょう。8回。スーカーウタ、いらないな。一つあればいいな。なんで真ん中。お、いいね、それ欲しい。それ欲しいよ。月。月はね、じゃあこの辺。お、シェンロンの星なんで、この辺行ってみる。よし。で、カリン様があったんで、カリン様が欲しいな。ポポ、あ、ポポいらねえな。ね、カリン様探し始まったよ。いた、よし、いいね。あし、あし、あ、同じのやっちゃった。いらねえな。うん。まあまあ、いいんじゃない?で言うと、残りあと2枚はいけると思うんで、5で入れるよね。なんで、まあこれぐらいでいいんじゃないな。というか、それがマックスか。ブルマ。あ、出ちゃった。
せちゃった。お、カニン様、いいね。あ、シェンロン、シェンロンいんの。お、ラッキー、これで持てなくなりました。なんで、まあ道中使えるからブルマはそれ用に、で最終的にここに何かね、まあ一スロット開けててもいいけどね。うん、オッケー。じっちゃんカードが本当欲しいな。作戦太陽剣が使えないからね。やーべー、恐れをなしてピッコロさんだな。やべえ。ピッコロさんはね、実質ラディッツのエリアをね経験しているんでね、2エリア目になりますんでね、だからやっぱりレベルがね適正なんでしょうね。さてと、だから一発でやってもらいたいんで、遠慮なく。で、ごはんくんは油断せず。とにかく必殺技が怖い。悟空伝だったら、例えば4枚勝負だーってなると、1枚目あたり警戒しておけばいいみたいなところがあるんだけど。あー、これきつい。これちょっと逃げたい。逃げない、ない、なんかね、嫌な予感しかしない。嫌な予感しかしないぜ、これ。うわ、来たよ、ほら。なんで作戦太陽剣使えないから、じっちゃんカードが多分2枚ぐらいあるんで、それで2ターンなんとかする。それ以降だよな。ピッコロさんで必殺魔漢光殺法ぶっぱでパワープレイっていうのがねいいんじゃないのかな。ただ、問題は、どれぐらいのダメージ、パワープレイ言っても多分30、40だったら、パワープレイにならないからな、それ。それをあと、15回、20回やってください、みたいな感じでしょ、きっとヒットポイント的にね。予想ですけど。まあ、その辺のね、なんかドキドキしながらの考察がね、考察というか想定が楽しいな、シミュレーションが。お、上がった、おめでとう。セーブしとく。なんでエンマ様がね1枚か2枚あったと思うんですよね。だからそのエンマ様のカードを必殺出たら先行投資で使って枠を開けておいてっていうのはありだな。で、宿屋が見えました。そうするとそのエンマ様で、エンマ様の分の枠が開くことによってそこにじっちゃん入れたらいいよね。さあピッコロいける。 1,2,3,4,5,6 いけます。あ、 Z あるよ、そこ寄ってみよう。
怖い。こいつらが怖いんだよな。もう、高確率で、必殺技使ってくるから。ほら。クブクリン必殺技だからね。ハーブ1号。初手。油断せずに。ほらもうやべえ。やべえよそれ。サンキュー。エネルギー弾やべえな。どう15。よし、ほんと怖い。しかもさ、ずっと僕警戒してたのにさ、その今撃ってきた瞬間は皆さんのコメントの方に目をやっちゃってるっていうね。見てなかった。あと画面、テレビ画面に目を向けた瞬間、なんか必殺技撃たれてて、で実は Z カードだったっていうね。恐怖。ダメダメ。だからちょっとごめんなさいね。しばらく画面に集中するよ。まあカード選んだ後だったからね、どうにもできないからさ、だから基本変わらないんですでしょうけど、うん、今日は本当に楽しみにしてました。このペア好きだから。ピッコロを僕が一番好きな、一番ってはちょっと語弊があるから、まあすごく好きなねキャラクターだっていうのをね言わせてもらってるんですけど、好きになるそのきっかけでもあるからね、このご飯とピッコロさんのくだりね。今日はだって気合い入れてさ、これ危ないですだって、気合い入れて、ここは集中で、ね、気合い入れてさ、配信の前にドリンクをね、ほら必殺技だから。ハーブ1号は大体初手必殺だからね。中華版買ってきたから、コーヒーと中華版買ってきましたから、気合を入れて。だから落ち着いたら中華版食べるんだ。偵察。おっ、じゃあそこはちょっとご飯くんが挨拶に行くか。ご飯ですみたいな。うん、悟空のことを損って言ってる距離感が好き。僕もだから、うん、同じ。本当にあの損呼びがいいのよね。ブルマもさ、悟空のこと損くんって言うでしょ。だから悟空をね、損の名で呼んでるね感じがね、すごい僕も好きだよ。さてと、どうなったっけ？ん？すっぺん。ありがとう。ありがとうございます。それで、好き。気持ちいいよ、死んじゃうよ。あ、リンゴだ。妙にね、子供の頃のご飯ってさ、ラッキーなんだよね。ふえーって泣いてると思ったら、なんかその、神がかり的なね、パワーが発動、知らない間に発動していたりっていうね、くだりがあるんですけどね。その、リンゴのくだりはね、ピッコロさんがね、ちゃんと監視してたからね。気持ちよ、死んじゃうよって言ったところで、突然リンゴがね、降ってくるっていうね。リンゴだ、ラッキー。酸っぱいよ。まずいよ。中華まんが食べたいよ。ピッカラさん、中華まんが食べたいよ。
大好きです。お、おじいちゃんだ。早いとこドラゴンボールを探してくれ。おら、心配で心配でしょうがねえべ。亀仙人のカードもらった。ありがとう、おじいちゃん。ありがとうなんだが、今ブルマ使ったばっかあったでね。消費してはね、帰ってくれて。まあ、亀仙人ぐらいいっか。かなり回復。うん、悪くないよね。シェンロン使うまで、まあ、もちろんシェンロンのがね、上位互換なんでね、それはそれでいいんだけど。そう。じゃあ、そういう話題をね、提供していただいたんで、ドラゴンボールシリーズで僕が、じゃあ、好きなセリフ、今、思いつく限り、上げていこうかな。あ、もちろんさっきのね、中華まんが食べたいよのね、くだり大好きだよ。あとね、これは普段から言ってるけど、人造人間8号がさ、じゃあ、はっちゃんって悟空がね、ニックネームをつけてあげた後ね、いいな、それってよく、僕ね、好きだから、動画の中で言ったりするでしょ？はっちゃんのいいな、それ。あと好きなセリフはね、まあ、これもね、動画の中で、だから僕嘘つけないから、動画の中にどうしても出てしまうんだよね。オラの全てをこの拳にかけるってやつ。貫けーはーってね。ピッコロ大魔王戦のね、悟空のセリフ大好き。だから好きなセリフはやっぱ、配信の中でも、過去の動画の中でも、出てしまいますね。あとはね、今日ね、まさに今日話題に出しましたけど、ラストのね、魔人ブー戦でさ、ベジータが言うね、有名な、頑張れカカロット、お前がナンバーワンだってやつね。いいよね。ベジータ系で言うと、あれも好きだよ。頼む。フリーザを。フリーザを倒してくれ。サイヤ人の手で。好き。牛魔王そんなに生ってたっけって父さんのが映ったんだよ悟空だって映っちゃったじゃんとかもう映っちゃったんじゃないかっていうイメージでさ悟空とかさ普通に例えばで、ね、海洋圏3倍だ4倍だって普通に言ってんだけどなんとか悟空だったら3倍だ4倍だみたいなさ言ってそうだなっていうねイメージがついちゃうぐらいねカードをこれ以上持ちきれません。そうですか。じゃあちょっとそばに寄ってあげて。どう？これそばですか？一通り回ったんですけれど、回ったのかな？多分あれくるりんってしてんでしょ？クリリン？クリリンじゃなくてクルリンね。あ、やべえな。ちょっと前の父の話もいい？なんだっけそれあ、でもさっきの好きなセリフというよりも好きな場面になるんですけど天界一武道会のねじゃあ結婚すっか産んだが好きでその後のあーと孫選手結婚してしまいましたって大好き。やっぱ孫選手ってその孫呼びっていうのもいいしね。おい、くっつくなよーっていう、そこ込みで好き。なあね、よく、これもね、触れるんですけど、テレビアニメオリジナルでさ、ハネムーン編があるんですよ、その後。父の、花嫁衣装
に関するねお話があって、それがすごく好き。その夫婦の冒険。うん、ロードの CM が好き。お耳が真っ赤だ。ごはんくん打ってみる？あ、でもこれ Z 使いたいね。あ、でもちょっと危ねえから打とう。打てるかな？ピッコロさん強いよ。ドラゴンケースに入れてね。お、打てる。いけ。マセンコブルーベリーアイ。よし、若さ生活。ごはんくんにみんな甘い。ま、正直ね、僕子供の頃ドラゴンボール Z 入ってさ、やっぱ悟空がずっと子供時代の方があの当時長かったから、少し心の中で嫉妬してたよ。あのエンディングテーマなんかでもさ、最後ごはんくんが竜の上でさ、かっこいい立ち絵があるじゃん、乗ってるね。あの立ち絵もさ、僕の中ではあれは悟空だって思ったもんね。ごはんくんなんのわかんだけど、あれは悟空だ。まだ子供、あの、なんて、ちびっ子姿っていうか、悟空のが長かったからね。だからごはんくんがすぐ泣いちゃったりするシーンを見てさ、嫉妬じゃないけど、なんかちょっと気持ちよくはなかったんだけど、昔はだよ。でも、あの、ちょっと成長してから見直すとさ、可愛いなぁと思うわけです。マジで。テレビアニメだとね、ほら、父と、悟空が、なんか木を切り倒してっていうね、一応家事的なことをやってるんだよね。で、そろそろご飯の時間だからご飯ちゃん呼んできてくれるだかみたいな感じで悟空がご飯を探しに行くんだけれど、その時ご飯くんが森に迷っててね、ドラゴンボール Z の第1話そんな感じだったと思うんだ。で、森に迷ってて、で、サーベルタイガーみたいな感じのやつに狙われてさ、やべ、初手必殺きた。いや、その時もなんかラッキーが発動したっていうか、まあラッキーっていうよりかは、やっぱごはんくん知らずのうちに自分の潜在能力を出したりするから助かったりするんだね。悟空がああいう泣き虫じゃなかった分ね、ごはんくんのあの泣き虫っぷりにね、ちょっとね、なんだか違和感覚えたんだけど、今見ると本当に可愛いなって思います。ごはんレベルアップ。じゃあ回復して向かうか。これ使いたいね。これ必要に取っとこうか。だから、この辺が実質ね、使わない感じになっちゃうと思うんで、もう使っちゃおう。うん、テレビオリジナルで悟空とピッコロが運転免許取りに行く話が印象に残ってる。僕もその話リアルタイムで見ました。あの頃なかなかね、ドラゴンボール Z 放送してる時間帯に家にいないことの方が多かったんですけど、その話は僕見たよ。いける ?1,2,3,4。 で、ピッコロは入れないのか。
セーブ。さてと、ちょっと待ってね。偵察できない。でも多分だけど、このほら、地形的にね。大概宿屋がある付近にいるもんね。ダッチの方にいるんでしょうね。理想はね、もうちょいちょっとカードを、ちょっとおさらいね。エンマ様、2枚あるでしょ。必殺技のカードが、父が、まあ、こんだけあればいいか。そうだね。そこで使えばいいか。うん。まあ、行ってみるか。一度。うん。あと、だから、エンカウントが敵ですね。亀仙人のカードが、こういう時ね、役に立つと思うんだ。逃げる。よし。うん。ピッコロの私服姿がレアだった。そうですね。ピッコロさんっていつから普通に優しいおじさんになっちゃったんだ？もうなんか優しいのが当たり前。ほら、魔人ブーでトランクスとゴテンにフュージョンを教えていた時はもう完全に優しいおじさんだったと思うんだ、あの時で。だそれが当たり前になったのっていつだっけだみたいなね。やっぱ神様と合体したあたりなのかな。今までなんだかんだ、いや、これは、後々、お前を殺し、世界を征服するためのあれなんだ、みたいなさ。って言ってきていたけど。今の、守備5の必殺カードもいいな。エンマ様に持ってこいだな。どうよ、ちょっと。いるのかい？偵察。わかんないな。宿屋が必要になってしまうかもしんないな。これ危険。この2とかは、マジ危ねえ。セーブしよう。うん。今、あ、再放送してんですか？すごい。テレビで昔のアニメの再放送ってさ、文化として終わってると思ってたから。さあ、どれぐらいのダメージなのか。いつもさ、なんか取り巻きみたいなのがいるじゃない？その取り巻き相手に、6年、オッケーオッケー。だ亀仙人カードがあるから、それはご飯ちゃんに使おう。だからその枕言葉がない状態で、これはあくまでもみたいなさ、俺が後に世界を征服するためのあれなんだみたいな感じがもう必要なくなったのっていつにそのくだりをもう普通に優しいおじさんになったのっていつだったのかなみたいな。僕のイメージではまあ思いつく限りで言うと、セルゲームでほら、今、ご飯の胸の内、心の中では、お父さんは、僕はこんなに苦しんでんのにどうして助けてくれないんだろうっていうふうに思ってるはずだって説教をしてた時には、もうすでにね、優しいピッコロさんだと思うんだけど。その時点ではもう神様とね、一緒になってるから、カタッツの子。カタッツの子だから、違うな、カタッツの難しいよね。同化したけれど、実際カタッツの子は神様の方であって、ピッコロさん、このピッコロさんはカタッツのこの子になるんだよね。なんかだからなんて言ったらいいんだろう、ゴテンと悟空が合体してるような感じなのかな。まだ何も見えないよ。あー、そこにいるね。緑で同化しててよくわからなかった。見つけました。
ドキドキだよ。本当にこれはさ、もう、必殺来たら終わるんじゃないか。ってな、僕の見立てだからね。ご飯に対して。うん、ネイルさんとの合体、うんうん、僕ね前の動画でね勘違いしてたと思うんですよね。ネイルさんと合体してみたいなね。それでお、やべえ、これやべえやべえ、あー食らうな、こいつら必殺使ってくるからな。これを僕チチさん使いたいんで、いけるかな。これでいけないとなると結構怖いんだよな。そうそう、大魔王と神様が肩っつの子、うんうん、ほら初手必殺できたよ。サンキュー。ご飯、うん、ご飯育ててるあたりで消えてる印象ね。だってリンゴだもんね。リンゴ振る舞っちゃうぐらいだからねこれ怖いな。占いババがあったら全然違うんだけど、怖いカードが来ちゃったな。それこそじっちゃん使った時以外使えないな、今のカードも。うん、シンバルと、シンバルとタンバリンがカタツの孫、いいコメントですね。だからその辺と一緒で兄弟だよね、ピッコロの。このマジュニアにとってドラムとかは兄弟だよね。まあ厳密に言うと、ほらもう自爆するぐらいの覚悟でさ、産んだ子だから、分家と本家ぐらいの違いはあると思うんだけどなんだその分家と本家ってそく質みたいな、なんていうの後継ぎのために産ませた子か、そのまあわかるでしょさてと、まあ、これご飯のために取っといてもいいな。ちょっと作戦。これはちょっとじっちゃん用になっちゃうのが痛いな。でもこの辺も変えてくからな、父にね。難しいね、これ。どうしようかな。だから初手、じっちゃんは、じっちゃんが2枚ぐらい。ちょっとじっちゃん、確認。僕のイメージで 2枚ね。2枚あるね。んだ、そのじっちゃんを、初手使うでしょ。で、間違いなく取り巻きがいるんで、そのじっちゃん使ってる間に取り巻きを速やかに倒す。どうやって倒しますか。じゃあ1枚、まあ、これ使ってもいいか。これで取り巻きをとりあえず速やかに倒すとね。あ、危険、このカード危険。とにかく、あ、それも危険、これも危険。逃げてくれ。よし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 、エリアに入ったよ、やつのね。なんでこれで戦闘になんないだろう。まずはだいたい2人揃ってからでしょ。よし、この1が怖えな。行きまーす。あ、行く前にセーブだね。で、どうする、仮面仙人使っちゃう、油断せず。いや、大丈夫かな。ジンジャー、ドラゴンボールをこっちに渡してもらおう。抵抗する気か、バカめ。黙って渡せば命まで落とさずに済むものを。取り巻きで、左の取り巻き怖いな。大体初手必殺使ってくるじゃん、これまで経験上。あ、これでわかるな、これで。スカウター、ワン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 、1500。もうラディッツじゃねえか、っていうかラディッツより強えんじゃねえのヒットポイント的に。あれ、カードは見せてくんないの。ファンファンファン、あ、ほら必須。
ていう感じね。っていう感じなんだわ。じっちゃん1枚使うか。とりあえず人数が多いとさ、危ねえから。かりんね。で、取り巻きだったら防御無視でギャンギャンいけるはずなんで、目から開口連続魔候補。これ同じ銃だけど威力違うのかな。まあいいや、とりあえず取り巻きを1体倒してほしいです。そうだ、こっちかな。必殺技言ってるから難しいね。じゃあこっちからやるか。先制できなかったらあんまし意味ないんだけど、こんな感じ。ボーン、サンキュー。でかい。4、よし、取り巻きは大丈夫。さてと、ここが怖いよ。だから、ごはんくんは6ね。で、ピッコロさんが、これ、一発で、これね、一発でやってもらいたいから、一発でいけるか ?5 でも。ご飯に来たぞ。危ねえよ。うわー、モリモリしてる。ん?飛び道具に〇〇殺法って名前つけるセンスが好き ?25!激烈鋼弾。サンキュー。でかい。よし、 Z で塞がれちゃうとまずいんだけども、ここはピッコロぶっぱで手数をかけない。で、ごはんくんはそれ危ねえから、遠慮なく亀仙人。いくぞ。はじめまして、魔漢光殺法。で、ごはんくんは、しゃあないな、これ6使うしかないな。うわっ !4、悪くない、4は悪くない。20。魔漢光殺法 !90!7足しにさせてもらいます。さてと、また Z か7が来たら父さん使ってみな。かもエンマ様でね。で、カリン様、カリン様をでいいか。カリン様で、カリン様を使い、魔漢光殺法。手数かけない。うわ、7か。いけおじさん。まあ、観光殺法 !71! タフですね。3
さてと。モリモリ？なんか怖いな。必殺カードが出てないあたりが怖いな。そのうちやってくる必殺に備えるべく、その守備力の高いカードが手元にあるかが鍵だと思ってます。5、怖いな。ここはね、もう守備力7が続けて出てるんで、次賭けに出てもいいな。エンマ様父みたいな、エンマ父作戦やったみな。誰が弱いかよくご存知のようで。お、いいねいいね。じゃあそれ7使わせてもらおう。そこに父がまだあるから。魔漢交差法。うわ、 Z Z か。いけ、ボーン。48。しゃあない。さーてと、これね、どんどん自利品になっていくからね。使うか。どうしようかな。まあ、撃てないからな、どうせ。シェンロン。ちょっと100近辺は危ねえ、さすがに。ナイス。怖えな、17だもんな。足しになる。必殺来い。来ねえか、必殺。必殺来ねえか。そしたら、Z、 30いっちゃうか。30台いっちゃう。29。ピッコロさんの技は全部漢字。そうだな。んで、じっちゃん使おうか。はい。で、今じっちゃん使ってるんで、これ。
6。まあまあいいでしょう。これで大きく前進。76。オッケー、終わらせよう。あんまり手数かけてもしょうがないんで。ね。で、またカードはね、集めればいい。で、シェンロン。よろしく。これで、フィニッシュ。待たせたな。覚悟はいいか。いっけい、やったー。ミスターポポ、グエ、覚えてやがれ。 Z 戦士はジンジャーの持っていたドラゴンボールの心中を手に入れた。残る一つのドラゴンボールを目指して Z 戦士たちはついにガーリックの本拠であるガーリック城を突き止め集結していた。いいか、ここからは全員で固まっていくぞ。ガーリックのやつがどんな手を使ってくるかわからんからな。覚悟しておけ。と言ったところでセーブしましょう。で、全員集結しているのかな。楽しみだね。ひとまず休憩時間にしたいと思います。私買ってきた中華まんをいただきたいと思います。